今回のラブ北海道は道東の釧路エリアからお送りいたします。釧路は港町なので海の幸はたくさんありますよ。そうだね、もうカニ、おうサンマ、おうもうね、カキ、そうもう僕の大好きなものね、いっぱいですよ本当に大好きです釧路。釧路湿原をはじめとする豊かな自然に囲まれた道東釧路エリア、周辺ではサンマやサバ、鮭、カニなど豊富な海の幸が自慢、国内有数の水揚げ高を誇ります。また厚岸町は一年中出荷できる牡蠣の名産地として知られています。他にも釧路は地元に根付いたご当地グルメの宝庫、勝手丼や炉端焼き、釧路ラーメンにザンギ、スパカツなどなど、食べずには帰れない魅惑のメニューが待っています。今回私は釧路で愛されるご当地グルメを調査したいと思います。なんかね、これ癖になりそう。にゃー、美味しい。うん、なんで今まで私も食べなかったんだろうな。そして僕は寒くなるとますます旨味が増す厚岸の牡蠣を調査します。どれも美味しいです。これほんの少しかけて牡蠣にかけてください。パンチ&パンチみたいなパンパンみたいな、食べ過ぎないように。今回のラブ北海道は冬の道東食い倒れ旅。ラブ北海道、釧路にはご当地グルメがたくさんあるなんですが、こちらでは美味しい海の幸がさらに美味しく食べられるそうなんです。アリョーナがまず向かったのは食いどころ鮭番屋。鮭をメインに地元の新鮮魚介を扱う水産会社直営のお店です。失礼します。あの釧路のご当地グルメの炉端焼きがあるって聞いてきたんですけれども。やってますよ。やってます、はい、この時期はなおさらいいんじゃないか。寒いしね、うんうん、こう炭を起こしてこう炉の縁でね、みんな集まってワイワイと、うん、それの炉端焼きって、まあ釧路発祥って言われてますからね、はい、早速アリョーナも炉端焼きにチャレンジ。まずは食材選び、迷った結果大好物の大きなホッケの開きを1枚、そして一番人気のサーモンハラスをチョイス。さらにあとはですね、やっぱりシシャモじゃないですかね。で、シシャモったら釧路だから、釧路のシシャモが一番美味しい。オスとメス食べ比べする。じゃあカップル作りましょう。はい、どんどん増えるよ。オスとメス、はい、カップルできました。もう最高。はい、こちらでね。あそこですか。はい、そっちで。食材を選んだら直売所のお隣へ移動。これはロバタですね。そうですね、はい、いやなんか炭がすごく暖かくて、でしょ、この時期は炭がごちそうだいいこと言いますねえ、まずは、はい、お腹から焼くんですか。はい、なんか昔の人に言われてると海の魚は身から、身から始まる、ね、うん、川の魚は川から、川から先に焼くとね、川がこうギュッとこう縮んじゃう、うん。鮭番屋ではスタッフが食べ頃を教えてくれるので安心。この待ってる間がいい。目で見て美味しそう。そうですね。でこう匂いでまた食欲がそそるじゃない。そうですね、うん、で待って待って食べるからなお美味しい。うーん、わー、ジューシー、うまい、うまい、うまいですね。よかったな。わオスとメスで味が違うシシャモは炭火でサクサクの食感に、軽くスモークしたサーモンのハラスは風味も油のりも極上です。見てください、こんなぐらいで油があるんですよ。うーん、美味しい。ここで阿部さんが魚の皮や骨を炭火で丁寧に焼いていきます。
骨取って、はい、捨てるんじゃないですか。こう骨を焼くのカリッと焼いて、うん、捨てるとこない。え、ホッケの頭、ここ歯が生えてるんですけど。大丈夫、あなたの歯の方が強いから大丈夫。カリカリ、うんうん、魚だけどせんべいですね。せんべいです、せんべいですね。これをちょっと冷ましてから食べて。はい、見てください、油が踊ってますよ。うん、美味しいだろ。味がいい、超うめえ。油もそうですし、旨味、うん、たくさんあるし、なんか甘いし、香ばしいしな、香ばしいし、サクサクです。ロバタ焼きだからできる。なるほど、ね、これうちのガスじゃこうはいかない。はあ、なんで今まで私も食べなかったんだろうな。うん、ロバタ焼きのほか、イクラ丼も大人気。鮭専門店ならではの自慢の味です。早朝から営業しているので、朝ごはんを食べに訪れる人も多いそうですよ。鶏肉をカラッとジューシーに揚げた唐揚げのことを、北海道ではザンギと呼ぶのが一般的。釧路で、はい、ザンギという発祥地って聞いたんですけれども、うん、そうです。本当ですか。本当ですよ。ここで、ここ釧路、ザンギという言葉は釧路発祥。アリオナがお邪魔したのは、釧路の繁華街にあるザンギ専門店鳥吉。店主の内巻さんは、釧路ザンギの元祖といわれる店で5年修行、その後独立し鳥吉を開店して42年、元祖の味を守り続けています。ザンギという言葉は中華料理でザーチー、鶏の唐揚げのことをザーチー、それに運つけてザンギと、あのザンギ発祥の、うん、あの鳥松の創業者おじさんの師匠が今から56年前に新しい言葉を作ってお店を始めたのが始まり。すごいですね。じゃあ、うん、元祖って言っても間違いないですね。そうですね、おじさんも弟子ですからね。いや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 、メニューを見るとザンギには骨付きと骨なしがあるようですが、もともとね骨付きから始まります。鶏をいっぱいまま買ってきて、こうほほほって包丁で切って揚げたのがザンギの始まり。今こうスーパーとかでいろいろな骨の付いてないのを売ってるから、まだ周りの人はそういうものしか食べないからね、骨なしっていうのもおじさんの店でもあるんですよ。もともとは骨付きから始まり。次々飛び出すザンギの奥深い話にもう待ちきれません。早速鳥吉のフルコースをいただきましょう。お父さん、はい、どうやって食べればいいんですか。はい、それじゃあ美味しい食べ方ですね。そこにこの店特製のソースがありますから。特製のソースです。はい、それをたっぷり入れてください。まだ、はい、ストップ、はい、そこに胡椒、胡椒、はい、たくさん入れてください。たくさん、はい、はい、ストップ、はい、熱いから気をつけてくださいね。ありがとうございます。つけます。たっぷりつけて、たっぷり、うまい。肉がすっごい柔らかくて外はカリカリですね、はい、しかもこのソースと、はい、胡椒は、はい、ベストマッチです。そうなんですよ、おっしゃってる通りですね、はい、なんかねこれ癖になりそう。癖になりますよ。いやー美味しい。こちらは骨がついている元祖ザンギです。たっぷりですね。いただきます。うん、骨ついてる。あー、うまみがありますね。食べ方 OK、うまみすごいです。これもザンギっていう。これがザンギの始まり。すごいですね。ちなみにですね、はい、お父さんはどうして、はい、ザンギやろうと思ったんですか。なんかきっかけとかあったんですか。社会人になって給料もらって、友達、ガールフレンド、
同僚みんなで食べに行って、ああこれを食べてビールを飲むと社会人になったの、なんか大人だねって、大人だねって、美味しくて通いすぎて、ちょっとお勤めをやめて弟子にして残業を上げて5年間いたんですよ。あ、じゃあその時からもう好きになって、とにかく、このお店は42年、47年、あと3年で50年、半世紀ですね。50年まで頑張ろう頑張ってくださいね、はい、残儀に見せられて半世紀、懐かしくて新しいご当地グルメでした。ピーちゃん、スマホで何やってんの？あれ、女、なんとラブ北海道のアプリができたのよ。え、ラブ北海道のアプリですか？おお、ラブ北海道の公式アプリが新登場。番組で紹介した情報が盛りだくさんです。ご覧のホームページかアプリストアでダウンロードしてください。このアプリで街歩きがもっと楽しく、あなたらしい北海道の遊び方を探しましょう。まさに聖地だ。この後は牡蠣の聖地で食べて食べて食べまくり。わっわわわわ、厚岸町にやってきました。もう最高にいい天気ですね。さて、海の幸が大好きな僕ですが、中でも牡蠣に目がないです。もうここ厚岸は僕にとってはまさに聖地だ。日本で唯一一年中出荷できる厚岸の牡蠣は、水温の低さを生かして産卵時期をコントロールしているんだそうです。厚岸漁協の直売店 A うろこでは、町内の海の幸を手頃な値段で購入することができます。なんと今年新しいブランド牡蠣が誕生したと僕は聞きましたけれども、弁天牡蠣って言いまして、厚岸生まれの厚岸育ち、ね、厚岸生まれ厚岸育ちっていうのは当たり前じゃないかなというふうに思っているんだけれども、はい、流通しているものはほとんどが宮城生まれ厚岸育ち、そういう感じですね。弁天牡蠣は2016年にデビューした厚岸の新ブランド。古くから信仰される弁天神社が名前の由来の厚岸生まれ厚岸育ちの牡蠣です。種牡蠣を一つずつ単独で育てるこれまでの純厚岸産牡蠣えもんとは異なり、ホタテの貝殻にたくさんの厚岸産の種牡蠣を付着させた人工種苗から育てる弁天牡蠣。まもなく日本初の人工種苗の大規模生産施設が稼働し、2018年以降は厚岸産牡蠣の主力ブランドとして期待されています。今度弁天牡蠣は生まれも厚岸なんで、最初から寒いところですね、鍛えられてっていうか寒いところで育てるんで、まあ、元気なたくましい子っていうか。そうですよね、たくましい子は味も美味しくなるんですよね。あ、鍛えられるから。なるほど、なるほど、もう安藤さんはね、こんなにこう熱く語ったのでちょっとぜひ食べてみたいなと思いますけど、はい、安藤さん、食べてください。いいですか？この弁天牡蠣、初年度は数も少ないことから期間限定で販売されました。じゃあこれ丸えもん、丸えもん、はい、今回は従来から販売されている丸えもんと牡蠣えもんを食べ比べ、味の違いを調査します。それを選んで、早速店内奥のイートインスペースへ。飲食コーナーがありますね。そうですね、これラップをラップして、でもかけなくて軽くかけてですね、1個1分、3個なら3分、5分なら5分っていうような感じで、まあ計算も簡単ですね。チンすると簡単に辛いちゃうから、簡単に食べれますから。あ、まずは期待のニューフェイス弁天牡蠣をいただきます。わわ、この大きさ味が濃い。濃いですよね。そう、そう思います。味が濃すぎるっていうのはあるかもしれないですけどね、弁天の方はね、まあ、濃すぎるというか味の濃い方は弁天の方がおすすめですね。続いては宮城生まれ厚岸育ちの丸えもん。丸えもんもうまい。少し塩辛いかもしれないですね、こっちに比べると。甘みが、そうなんですよ、そうなんですよね。
そして純厚岸さんのかきえもんは、この2つは割とこうふわーっとっていう感じなんだけど、はい、これは割とどっしりっていう、そうです ね、はい、美味しい。僕には分かりません、その違いは。どれも美味しいと思う。どれも美味しいです、まあ、ひょっとしたらこう厚岸の柿が全部そういわゆる地元でこう育てて、最終的にはそこですよね、全部厚岸生まれの厚岸育ちのものを、全国へ、そしてバンコクへ、実際に今シンガポールとかいろいろ出てる部分もあるんですけど、はい、世界へですね、つなげていきたいなっていうのは思ってますね。厚岸生まれ厚岸育ちの弁天柿は秋から冬の販売、詳しくは直売店エウロコのホームページでご確認ください。厚岸の柿の素材の良さは十分に分かったところで、プロの料理人の手にかかるとどんな楽しみ方があるのか、こちらで調査したいと思います。創業1892年の料理自慢の宿ホテルゴミ、1階に併設されたレストランは宿泊客以外でも食事ができます。数あるメニューの中から今回は贅沢に牡蠣を楽しむ牡蠣づくし膳をいただきます。いや並びましたね、牡蠣、もう牡蠣、牡蠣、牡蠣、牡蠣づくし、はい、牡蠣の種類はもう一種類に統一されてます。一種類、はい、はい、丸牡蠣という牡蠣、丸牡蠣というブランドを使っておりまして、はい、厚岸のブランド牡蠣丸右衛門はふっくらとした身で濃厚な味わいが特徴、生姜の風味をアクセントにいただく酢牡蠣は粒が大きく新鮮プリプリ、まあ、素材の良さをもう本当にそのまま生かしてるっていう感じがしますけど、漁師さんが直接、はい、持ってきてくれる牡蠣でございますので、味が濃いね本当に。そうですよね、はい、こちらは寒い季節にぴったりの牡蠣鍋、白味噌仕立ての優しい味に牡蠣の出汁がたまりません。そして根強い人気の大きな牡蠣フライも、さらにさらに。そしてこちらが、牡蠣のわっぱ飯ですね。うわ、はい、うわ、ちょっとこう椎茸ですか。そうです、椎茸、はい、お出汁も効いてて、はいはい、でちょっと卵を、そうです、どういう風に食べればいいですか。卵を崩して混ぜて食べてください。ちょっと半熟ですね。そうですね、ご飯までも全部こう牡蠣のいわゆるその出汁がこう流れていって、そうですね、意外と出汁が出るものですね。そうなんですね、はい、もうご飯も牡蠣になってる。そうですね、いやうまいわこれ、止まらないんですけど。りちゃん牡蠣尽くしにご満悦。ホテルゴミでは料理との相性を考え、ワインやウイスキーを豊富に揃えています。ここで支配人から味わい深い牡蠣の食べ方をご紹介。出てきたのは殻付きの生牡蠣と、なんとウイスキー。これ飲みながらですね、いえほんの少しかけて、かける、はい、牡蠣にウイスキーをかける、かけてください。ほんの少しです、ほんの少し、はいはい、スコットランドではそういう食べ方してるそうです。効くこれこれ割とちょっと塩辛いイメージのあるウイスキーなんです、これが、はい、はい、で塩辛いのと牡蠣のしょっぱさとかすごくマッチされる、はい、ウイスキーでして、パンチ&パンチみたいなそういう感じですよねバンバンみたいな。2016年、厚岸町では先ほどもご紹介した新ブランド弁天牡蠣のデビュー、そして北海道では80年ぶりとなるウイスキーの蒸留所が誕生し、大きな話題となっています。厚岸蒸留所は本場スコットランドのモルトウイスキーのような国産ウイスキーを作りたいという思いから、気候が似ていて製造に適した厚岸町に誕生。初仕込みのシングルモルトは厚岸と名付けられ、3年後の販売を予定しています。厚岸のウイスキーもものすごくピーティーなウイスキーになりますので、ええ、うん、はい、こういう感じで、こういう感じで、キモいウイスキーになりますので、もう相性抜群にいいと思います。なんか夢のコラボですね。そうですね、いや2年半後か、待ち遠しいですね。そうですね、楽しみですね、はい
有尾がやってきたのは沼舞橋のすぐ近くにあるフィッシャーマンズワーフムー。飲食店やお土産などが揃うショッピングモールです。広いし、すげえな。ちょっと見てください。カニのクレーンゲーム、もしかして見たことないよ。それ15年ほど前から設置されているというカニのクレーンゲーム。ケガニとタラバガニがチャレンジャーを待っています。ゲームは1回300円、2回で500円。ということは、ここ1回でカニ釣れちゃったら超お得じゃない？お得にお土産を狙いたいアリョーナ。ちなみにね、タラバはロシアで取れてるものなので、きっとロシア語で分かってるからね。プリビエット、プリビエット、ロシオク。どうした？すごいね、家賃でやっぱいまいよ。ほい、いけ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 。いける。あー、やしゃすべやぱいまや。おっと、だばい。アクライティンか。ちょっとテンション上がっちゃった。よし、お願いだからこっち来さん。あー、釣れたらどうなるの。あー、で、使用資金、おー、逃げた。やっぱりそんなに簡単に捕まりません。しかしこの後、アリョーナの引きの強さが炸裂。よいしょ、釣れた。釣れました、皆さん。さあ、ということで、アリョーナは5600円を使っちゃって草しか取れませんでした。でも、もしカニがここで釣れたら、皆様、こちらのお店で茹でてくれるそうなんですよ。チャレンジしてみてね。今回のラブ北海道、いかがでしたか？ご紹介した詳しい情報は番組ホームページをご覧ください。